久慈地域4つの市町村が共同で整備した道の駅岩手北三陸が今日オープンしました。三陸沿岸道路のインターチェンジ近くに整備されていて、たくさんの特産品とともに利用客を待ち受けます。今日オープンした県内36カ所目の道の駅岩手北三陸。三陸道を利用する人に立ち寄ってもらい、地域の活性化につなげようと、総工費およそ12億7000万円をかけ、久慈北インターチェンジのそばおよそ 1.5 ヘクタールの敷地に整備されました。三陸道の本線上にはないガソリンスタンドも併設されています。地域の食材などが並ぶ産直施設なんですが、オープンと同時に多くの人でにぎわっています。久慈市、広野町、野田村、普代村が連携し建設されたこの道の駅には各市町村の特産品が並んでいます。またフードコートには3つの店舗が出店。この場所でしか味わえないという海鮮丼やラーメンが提供されています。山直の隣にはキッズスペースがあり、子どもが走り回れるほどの広さです。この道の駅の特徴の一つといえるのが充実したキッズスペース。木でできた滑り台やボールプールなど、屋内で遊べるようさまざまな遊具が設置されています。びっくりしたね。こんな混んでると思わなかったんで。口の海産物とかたくさん豊富でいいですね。続けてここにみんなで来てくれるように祈っています。地元の食材を使ったもの、あるいはその地元ここでないと買えないものも、たくさん用意してます。期待通りの場所になっているとは思ってますので、ぜひ足をお運びいただきたいというふうに思います。今月28日にはポケモンのキャラクターをモチーフにした遊具を楽しめる公園も完成する予定で、幅広い世代の来場が期待されています。